不動産 NFT の最低価格はいくらくらい想定していますかえっとね、不動産 NFT のそもそもの仕組みを、えっとね、皆さんに説明しようと思うんですけど、あの僕らが持っている不動産、ホテルやら、ホテルはね110棟ぐらいあって、1軒家含める、1ベッド、2ベッドの家含めたね、えー、件数でいうと7000件ぐらいあるんですよ。で これの中でその販売しないものっていうのがあって、その販売しないものに対して NFT を発行して、それを販売するっていうね、スキームがまず一つあって、もう一つの入り口が、不動産をすでに持ってるホルダーさんいらっしゃるでしょ。で、そのホルダーさんが、リディア1万円以上持ってないといけないんだけど、それ登録するのはね、そのホルダーさんがね、持ってる不動産をうちに担保として預けるわけですよ。担保として預けると、それに対しての NFT を発行するよと。 それに対して NFT が発行されて、で発行された NFT が売却されると80、80%がその物件のオーナーさんに行って20、20%がうちの手数料で受け取れますと。で、この20%の中には、貸したいと。例えばその不動産を実際にね、誰かに貸したいってなった時に、えー、そういうのの費用とかっても全部含めて20%っていうふにしてます。で、売買手数料っていうのも全部含まれてて、で、まあ基本的にはそのプラットフォームの利用料っていうのがあ全部一緒になって、まあ大体20%ぐらいだと。 いうことですね、なんで僕らの物件がどうこうとかっていうだけじゃなくて、えー、誰かが物件をうちから買いますうち不動産屋なんでそもそもねうちから不動産を買いますでその不動産をじゃあ担保にしますとだからみんな一括で買わないわけですよ不動産だから分割で買うから例えば1億の物件を買いますとで分割で買いますっつって 最初のじゃあ頭金が2000万ですと。で、残り8000万でしょ残債がね。で、じゃあ1億の物件その人持ってますと。ね、で、毎月その人払っていかなきゃいけないよと。で、まあ、MR って言っても大体、だいたい15回ぐらいの分割で払うんですよ。まあ、やり方によっては、その半年ぐらい、まあ、できてるものに関してはもう,ちょっともうちょっと早いけども、できてないものを最近ね、売るのがあのの主流になってきてるんで、だいたい1年ぐらい払って、で、まあ10ヶ月はか1年とか払って、 鍵を購入者に渡すときに残りの半分を払ってもらうみたいなそういう仕組みになってるんだけれどもその支払いの中で1億の物件を買った人がその2000万の頭金を入れて買うでしょで残り残災8000万ですで物件自体は1億の価値があるというのを要は分かってるわけですで1億の物件に対して1億円分の NFT を発行すると。 で、それをじゃあ100分割にしましょうと。これオーナーと話し合うんだけれども、100分割にしましょうとか1000分割にしましょうとするでしょ。例えば100分割にするってなったら、一つの NFT が100万円になると。で、その100万円になる人が100人いれば1億円ですよねと。で、それたちは、例えばじゃあ NFT が全部売れます。たあと1億円の利益が出るでしょ。1億円の利益が出ると、そこから8000万向こうは持ってくるわけですよ、オーナーが。そうすると8000万残債完済できるでしょ。 で、8000万残債を完済した後に、その8000万からまた2000万払って、頭金を、また1億の物件を買うんですよ。なので、我々が不動産を売りますっていうのもそうだし、我々が持っているものもそうだしっていう、それに対しての NFT を発行する。n e x f y 2 0は本体 NFT の追加パネルがあるとのことでしたが、アイテム NFT、唐揚げ、MXC アリのアイテムも追加可能でしょうか可能ですよ。えー、また、n e x f y 2 0より後の n e x f y では、 本体 NFT の複数セットはどうなるのでしょうかあ、それは決まってない。決まってないけど、退化させるつもりはないので、普通に使えるようにすると思いますよ。決まったら言います、またね。そういえば、今日ののズームでエレクトラムに関するお話がありませんが、エレクトラムに関しては何か情報の交渉はありますかエレクトラムに関するお話はね、まだね決まってないんですよ、結局のところ。 なんで,で決まってないかっていうとエレクトラムよりいいものがあるんじゃねえかっていうふうに俺が思ってるっていうところがまず大きい理由と AEDC できるんだったらエレクトラム吹っ飛ばして AEDC やったほうがこの国のためにはなるエレクトラムってややこしいものを作るよりねただエレクトラム自体の構想は俺好きで面白いからエレクトラム自体を出そうとは思ってます5ドル保証とかまたそれでできたらいいなとかっていうのは思ってますね でも、決済に導入していくっていうふうになると、月末にはドバイモールのレストランがグランドオープンするんですよ。グランドオープンしちゃうと、もう一般の人がそのまま使えるようになるので、ネクサス燃焼ンバンクから支払いするみたいなね、最初は。8月10日とか12とか、それぐらいからスプレーを一応デモ的に使えるようにして、で、8月1日から、 リリースがでできるのでそのタイミングで使ってみてエレクトラムの方が使いやすいよねとかっていうのが僕の中であればそこも割と変わっていくんじゃないかなと思うんですね。ADC できるんだったらね、暑いんですよね。2.0は60日と記憶しておりますが、間違いないでしょうか間違いないです。NNB に2段階認証などのセキュリティ対策は実装されますでしょうか実装されてるんじゃないかな、もう今。 実装されてるか、強化した実装か、どっちかだと思いますよ。もう作ってますし、すぐ使えるようになりますリディアに関しては10、10%を理確して、残りの90%は理確せず、ガチ用がいいのでしょうか。リディアの運用イメージがついておらず、基本的に個々の投資判断になると思うんですが、どういった形が理想的なのか教えてくださいです。あ,あ、そうそうそう、そうすそうす。10%利理するっていう。だから持っている NXT、e、に対して、リディアが配られるでしょ で、10倍になるじゃないですか、例えばね。で、10%利確ができたら、持ってる NXT、e、の分、利益出ますよ。わかりますこの仕組み。重要なのは、その投資額に対してどれぐらい回収できるかって話なんで、で下がったとしても、利確さえしなければ、損失は絶対に生まれないわけですだから、NXT、e、をガチョウする。で、NXT をガチョウするって中で、NXT を持つ理由があるわけですよね。ステーキングすると新しい通貨がもらえる。で、それが10倍になった。だか10倍通貨を俺がどん,どんどんどん作っていくと。 どん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 作っていって、で、10%を利確する、10%ずつ利確するとかっていうそのタイミングとか、そういうのを話していくって感じ。だから個々の、ね、投資判断になるのは間違いないんですけど、僕はこうやってますっていうのが重要なのかなっていうふうに思ってます今、はい。NXT をステーキングしておくと、エアドロが今後頻繁にあるということは、NXT の価格がまだまだ上がる可能性があると考えてよさそうでしょうか。頻繁かどうか分かんないですけど、 まあ、エアドロはありますよと。だからね、成功するプロジェクト通貨が2、3個出てくると、NXT の魅力ってめちゃめちゃ上がるので、まあ、そこで買われたら値段上がっていくっていう可能性はあるんじゃないですかね。でもね、NXT やっぱりね、3ドルぐらいでね、落ち着かせたいなっていうふうには思ってます、正直。2ドル、3ドル。そっちの方がね、いろいろ展開しやすいんですよ。あんまりね、値段上げてもね、結局買われないだけだし。だって上がりきった通貨買おうと思わないでしょ。 そこですよ、ね、まあ上場価格から考えて NXD の需要と実際の流通枚数と価格の割合で考えても3ドルぐらいが適正価格っていのありますからねコインってねあちょっとこれ高すぎるなとかあこれ安い買おうっていう、まあ、その間でなおかつ決済に持っていきやすかったりとか実際のコインとしての価値を見せつけるっていう意味でもね考えても、まあ、今から3倍ぐらいじゃないかなっていうふうなことですね 今回の NEXPY2.0 は、えー、60日ロックですがあ、それが終わった後に再度ステーキングしてエアドロー欲しい場合はガチョウ前提なので、もっと長いロックでもいいかもしれませんね。まあそうですね、まあロック期間はね、別に長くてもいいんですけど、短すぎなければね、まあ、とりあえず60日ごとぐらいに僕のアイデアが変わって、n x 3ってね、事業計画とかないんですよ。ある程度の理想の形ってのはありますけど、あんま意味あると思えない、事業計画とか まあそれで臨機応変に対応して、それに対してコミュニティに還元するとか、やっぱホルダーに還元するとかね、まあカに還元するのと一緒ですから。って考えると、そっちの方が慣れてるかなっていう、よりいい答えが出せる。以前、バイナンス市場上は来年の予定だと言っていたと思いますが、あ早まって、えー、今年の予定で考えているんでしょうか今年ですね。来年まで引っ張る意味があんまりないかな。市場を回復してからとかでもいいんでしょうけど、いや僕の中でやっぱ仮想通貨って、 金融市場は結局一番大きいところにちゃんと上場させてスタートラインを初めてそこで切るっていうね考え方なんですけども今のうちはやっぱ練習ですしコミュニティをねどれだけ強くできるかえっとねネクサスネーションバンクの2段階認証の件なんですけど明日か木曜日にはアップデートできるそうなんで二段階認証しっかり皆さんよろしくお願いします何度もす質問すいません エアドロリディアに関しては10%利確で原子回収、残り90%は不動産 NFT 購入に当てるのが理想的な運用イメージなんでしょうか。やっぱね、不動産 NFT 購入めちゃめちゃいいですよ。安定する本当に。リアルな不動産が担保になってるから、あのね、1つあるのは1億円の物件を買ったオーナーが NFT 出すでしょ。で、それで売れるじゃないですか。1億円が例えばじゃあ1億5000万になりました、物件が。その1億5000万の物件 物件をオーナーナが売売りますとっってなった時に1億5000万で売るでるしょその売った物件を担保にして生まれた NFT は強制売却されちゃうんですよね。だからそこに対してまた新しい不動産 NFT を買う、その不動産をずっと持てるかどうかっていうのはオーナー次第。まあその方法はねちょっと売買されるときに説明しますね。ネックスパイ2 0におけるブースト NFT のブースト倍率はそのまま計算されるんでしょうか それとも若干倍率が下がるんでしょうかそのままの倍率で計算される場合、リディアのエアドローへの影響がすごく大きいと感じたため、気になった次第です。そのまま加算ってわけじゃないですよ。後で説明します。星ごとにパーセンテージっていうのが分かれて、プラスになるね、パーセンテージが分かる。メインのブーストはそのまま表記通り。で、アイテムに置いていったときに、その星ごとにパーセンテージが分かれてるっていう感じ。